おはようございます。昨日今日とセンター試験ですね、先ほど伊藤さんの話にありましたけれども、多分今年はこの協会の指定の方で受けてる人いないじゃないですかね、と思いますが、今日は卒業試験の話です。今年のテーマはチェンジ、私が変わる、世界が変わるということで、神様が私たちを作り変えてくださるというお話をしておりますけれども、先週その神様によって作り変えられた、第1号アブラハムのお話をしていたしました。少し振り返っておきたいと思いますけれども、今年はできるだけこのお話が続いていくようにですね、1回ずつ完結はしているけれども続きもあるというですね、シリーズのような、そうでないような、大河ドラマのような、風にしたいかなと思っておりますけれども、先週はアブラハムの話なんですけれども、アブラハムがこのそれまでね一度も聞いたことのない特別な声を聞いて、生まれ故郷を離れてその声のに従って、2000キロ以上旅をして、行くということだったんですけども、先週あまりはっきり言っておりませんでしたけれども、アブラハムはこの声を聞いてるんですけど、その声の主が誰かということはもちろん知らないんですね。天地万物を作りになった神だとかなんとかってもちろんわからないわけです。だけれども おそらくその声は、彼にとって特別なもので、単にその空耳や自分の思いというようなものではないような感じだったと思うんです。だからこそ、彼は75歳になっていた、奥さんも10歳若い65歳になってたわけですけども、この声が故郷を離れて私の示す地に行けばあなたは大いなる国民になると、つまり、自分たち夫婦に子供が与えられて、そしてその子孫が増え広がることになる。アブラハムおそらくこのカルデアのウルというところにおりました時に、それなりのこう財を成していたようなんですね。当時の財っていうのは家畜ですけれども、遊牧民ですから、たくさんの家畜を持っていた。だからそれが自分に子供がいないということは誰かに譲らなきゃいけないと、人生をかけて築き上げてきた財が見ず知らずの赤の他人に渡されるということを、彼にとってそれは忍びなかったんじゃないでしょうか。それで賭けに出たんですね。人生最大の賭けに75歳の後期高齢者の人が出たわけです。それは先週の話ですね。もう長い長い旅をして着くわけですけれども、すぐにそこで子供が与えられなかったんですね。2000キロ以上も旅をしたんだから、もうそこで子供が与えられても良さそうなもんだけれども、その後25年も待たされるわけです。ただそのアブラハムに神様が声をおかけになったのは、非常に大きな目的があったんですね。それは何かというと、神様はこの天地万物をお作りになって、そして最初の人アダムに祝福を与えられました。埋めを増えよ、地を満たせ、地を従えよと言ってですね、神様を祝福されたんですけれども、ご存じのようにアダムは神様から与えられたたった一つの命令を守れなかった。100個破ったんじゃないんですね、一つしかなかった、その一つを破ってしまう、いとも簡単に破ってしまう。そして彼自身から、神から隠れ身を覆ってですね、神様との関係を捨ててしまう、神様の祝福を受けられなくなってしまっていた。で、神様はこの人間たちをですね、に対する祝福をもう一度戻したい、もう一度自分がお作りになったこの人類を祝福したいと願われて、そして選ばれたのがアブラハムなわけです。で、どうやって人類をもう一回祝福するかということで、アブラハムを選んで、アブラハムに声をかけて、彼に長い長い旅をさせ、そして25年待ってですね、アブラハム100歳、
サラは90歳、まあ、いくら聖書の話が持ってる、まあ、持ってるってちょっと最近の言い方ですが、まあ、どこまでねそのリアルかっていうことは分かりませんけれども、それにしてもですよ、もう決してもうサラは子供のできない年齢になっていた。でもこの声の主は不可能を可能にする方だということをアブラハムに教えるためにですね、神様はそれまで待たれたわけですね。そして約束通り子供が与えられた。でもこんなおばあちゃんに子供が与えられたらみんな笑うだろうってサラが言ったもんですから、神様も皮肉な方ですから、じゃああんたの息子は笑う、イサクという名前にしてやろう、ね、あんたは一生自分の子供を笑う笑うと言うんだよと、ね、笑おうかなんかつけたんですね、日本的に言うと、女性で笑う子と書いてエミコという方いらっしゃいますけどね、エミオって人はいないですね、エミオって名前をつけて、一生イサクは笑う笑うと言って、まあでももちろんねそれは嬉しい笑いでもあったんですかね。でもその25年間を通してアブラハムに何が変えられたかというとですね、彼はそのやっぱりこの声の主に、その声に従っていけば子供が与えられて、自分の子孫が増え広がって、このさらにこう財もなしていけるんだっていうような、そういう一種のまあ御利益信仰的なもので出てたと思うんですよ。でもやっぱり25年も待たされてですね、もう絶対ダメだっていうところで子供が与えられたことによって、アブラハムの信仰そのものは単にこう願えばそうなるっていうんじゃなくて、その声の主に従うんだと。その声の主はやがて主と自ら名乗られるようになりますけれども、この主なる神に従うことが何よりも大切なんだっていうふうにこう彼の信仰が作り変えられていくわけですね。そのことを神様がご覧になってイサクを与えられたっていうのは先週のお話です、ね、それでもう万々歳、よかったなとね、イサクが生まれました、もう年寄り夫婦の育児ですからね、しかも初めてですからね、まあどんな育児だったんかなと思うんですけどね、まあそれはもうこれ以上ないほど可愛かったでしょうね、もうちょっとしたことでも心配になって、すぐに医者を呼ぶだの、玉ひを読むだの、まあ今そんな当時じゃないですけど、インターネット調べることもないし、まあ本当に丁寧に丁寧に大切に大切に遺作を育てた、ね、ああこの子がやがて大きくなって私の財産を全て、受け継いでくれるんだ、もう希望にこう胸を躍らせてアブラハムもサラもイサクを育てていたはずなんですね。で、アブラハム死にまして、イサクが、その子孫を受け継ぎまして、めでたしめでたしで終わらないところが聖書なんですね、で22章、創世記の22章、これらのことの後で、これらのことというのはつまり今言ったこと全部ねの後で、神はアブラハムを試されたと書いてあります。試験をしたと書いてあるんですよ、聖書に。試したんですよ、試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、これは点呼ですね。テストの時やるでしょ、中田さんとはいって点呼ですよ、アブラハム君はいいます、いるか、天候。さあ神は命じられたと、試験問題が出てるわけですよ。あなたの息子をあなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、私が命ずる山の一つに登り彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。すごい試験問題ですね。アブラハム君はい、神様何でしょう、あなたの息子あなたの愛する一人子イサク、このイサクをお与えになったのはこの声の主ですから、ね、いかにアブラハムがこの子を大切に思い愛しているかということは分かってるわけですよ。分かった上でモリアの地に行っ
て私が命じる山の一つに登り彼を焼き尽くす捧げ物としてあなた自らが捧げなさいっていうわけです。どういうことですかこの試験問題、どう思います皆さん。ひどい神様ですよ、ね、そんなことなら与えられなきゃいいじゃないかと、くれるなと、捧げることになるんなら、ね、まあ、私ならここで食ってかかってます ね。もう学生時代から常に先生に食ってかかってましたから、ね、先生この解き方おかしいですと、この問題がおかしい、ねね、言って文句ばっかり言ってました、ね、いやいやこの問題おかしいですよと、ね、いや絶対承服できません、そんな我が子を捧げるなんて、ね、何のために私はあの2000キロも離れたところから旅をしてきてね、25年間もまあいろいろ自分も失敗したけれども我慢して我慢してようやく与えられた子供なのに、なんでそれを捧げるというんですか、ね、もうまさに天国から地獄とはこのことですね。しかしですよ、このアブラハム君優等生ですね、次の朝早く一週間飲まず食わずで考えたとは書いてないんです。次の朝早くアブラハムはロバに鞍を置き捧げ物に用いる薪を割り、自らですよ、二人の若者と息子イサクを連れ神の命じられたところに向かって行ったと書いてある。どういう心境だったのかなと思うんですけども、でもアブラハムはこの卒業試験を受けた、そしてそれに応えていくわけです。しかも次の朝早く我が子イサクを連れ薪を割るんですよ。薪割り、こんなに悲しい薪割りはありませんよ、ね、我が子を焼き尽くすために薪を割らなきゃいけない。で、まあ、このあと皆さんもよくご存じの通りね、こうモリアの山に向かっていく途中でイサクが尋ねるんですね。お父さん、薪はあるけれども捧げる動物はどこにいるんですか。こんな辛い質問ないですよ。問題の途中でさらに問題出てくるんです。しかしアブラハムは、ね、この、まあ、皆さんもこのストーリーをご存知ですから、モリアの山に着きました。そして自らこの子を縛ってですね、焚き木を置きその上に我が子を縛って置いてですね、そして持ってきたナイフか何かで彼を殺そうとするわけですね。すごいですね。だからアブラハムっていう人は本当何を考えてたんだろうかと思いたくなるようなお話なんですけれども、でも彼はそこまでやるわけです。その瞬間ですね、声があって、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ、あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。試験官が止めたんです、そこで。分かったと、あなたが神を恐れるものであるということが分かったってですね。そしてその後このように言われました。私は自らにかけて誓うと主は言われる、あなたがこのことを行い自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう、あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る、あなたが私の声に聞き従ったからである。合格って言うんですね。合格、あなたは
自分の独り子である息子すら惜しまなかった。私の声に聞き従った、声に聞き従って家を出て、声に聞き従って子供を与えられ、声に聞き従ってその我が子を捧げようとした。あっぱれである、合格だと神様はここでおっしゃった。まあ厳しい試験ですね、厳しい試験ですよ。しかし、この後もお話しますけれども、神様はこのアブラハムを選んで、そしてこの最後の最後、厳しい試験を彼に課せられた、そのことによって、ここにもあるように、彼自身ではなくてですね、その彼を通して彼の子子孫孫、そして地上の諸国民が、あのエデンの園で失った祝福をもう一度取り戻すことができるように考えられていた、その計画の中だったということですね。アブラハム、じゃあなぜこの難しい試験に合格できたんでしょうか。受験勉強してたんですね、25年かけて、大変な受験勉強ですよ。アブラハムは一つの境地というかな、彼の信仰はこの試験に合格できるレベルにまで達していたということです。それはこの声の主である主なる神には不可能のことはないと彼は確信してたんです。もう子供が生まれない状態であった自分たち夫婦の間に子供が生まれたんだから、この声の主に不可能なことはないんだと確信してたんです。だからそこで我が子をほふったとしても、あるいは生き返るかもしれないし、あるいはこの子は死んだとしても、このあと100人子供が生まれるかもしれない、それは分からない。でもこの声の主には不可能なことはないと彼は信じてたんですね。だから答えたんです。あるいはまた、主の声に聞き従うことが最も大切なんだと彼は信じていた、確信していたんです。神様はさっきの合格宣言の一番最後言ってます。あなたが私の声に聞き従ったからである。聖書の教えというのは徹底的にそこにあるんですね。神の声に従う、私が神を従わせるんじゃなくて、神の声、それはやがて聖書とした形になりますけれども、神の声に聞き従うことがあらゆることに優先されなきゃいけないということを、アブラハムはその生涯を通して確信していたんですね。だからこの声が一人子を捧げろって言ったんだったら、その声に従わなきゃいけないと、そう確信していた。そして神は、その声の主は約束を守られる方だと、カルデアのウルで声をかけられ、ハランで声をかけられ、ベテルで、エジプトで、あらゆるところで声をかけられて、その声は必ず約束を守るんだということを彼は信じていた。そして彼自身、まあこれは副次的なことですけれども、彼の考え方は変えられてたんですね。自分で何とかしようとしないんです。25年間彼は結構自分で何とかいろいろしようとして失敗してたんですね。でも自分で何とかしようとしてもダメだと、それを確信してた。そして何よりも大切なものがあるんだっていう、まさに彼の価値観が変えられてた。彼にとってこの一人子ほど大切なものはないけれども、でもその声の主である神が最も大切な方であり、その方の意思に従うことこそが最も大切なことであるという、その順序というか価値観が変わってたんですね。だから彼はこの過酷な試験に合格できた。もちろんその信じたことを行動に表せたということも重要なことですよ。頭の中だけ分かってもダメですから、ね、朝早く出かけ、そして最後に我が子をほふろうとした、その行動も、まあ、もう一回言うと、主なる神に不可能なことはないということが
を信じた。それは100歳と90歳の夫婦に子供が与えられたからですね。主の声に聞き従うことが大切だと信じた。それは主は約束を守られたからです。くどいようですけど、一番最初なぜ人類が失敗したかということを思い出してください。なぜアダムが神の祝福を失ったか、それは神の声に従わなかったからです。単純なことなんです。ものすごく単純なことなんです。作り主なる神がこの木から食べた、この知識の木から食べちゃいけないよと言われた、その声に従わなかったから祝福を失ったんです。だそのやり直しをアブラハムにさせてるわけです。でもそのやり直しが大変ですよ。やり直しは大変、ね、大体そんなもんですよ、ね、最初は簡単なんですけど、やり直すはよっぽど大変なんです。でもこのアブラハム第一号ですから、神様はこの過酷な試験をアブラハムに課せられた。一人息子よりも主の命令の方が大切なんだというふうに彼はその、まあ、価値観というか優先順位というかそういうものは変えられたんですけど、結局なぜそういうことができたかというとですね、その土台に何があるかというと、アブラハムは柔らかい頭を持ってたんです。彼の信仰、彼の思考、彼の考え方は変えられる可能性を持ってたということです。最初に声を聞いた時は75歳だった。子供が与えられた時は100歳だった。普通に考えたらもう何も考えが変えられなくなるような年齢ですよね。すいませんね、75歳以上の方がいらっしゃるので、お今ちょっとなんか痛い視線を感じました。先生何を言ってるんだと、ね、とんでもない、私は若い者よりよっぽど頭柔らかいですよと、おっしゃるのは分かりましたけども、はい、まあ通常考えればね、3歳の子供と100歳の子供は違うわけですけれども、でもアブラハムは柔らかい頭を持ってたんです、ね、だから神様声をかけられたんじゃないかと思うんです。アブラハム、彼が作り変えられて、彼の信仰が思考が価値観が全てこう作り変えられていったことによって、彼は彼一人ではない、全人類に祝福をもう一度もたらすその土台となったということが後にパウロの説明によって分かるわけですね。先週読みましたけど、ローマ書の4章にパウロは詳しく述べておりますけれども、アブラハムは神は約束したことを実現される力もお持ちの方だと確信していたのです。約束したことを実現される力を持ってらっしゃる。だから我が子を殺せと言われるんだったら、それでそれをしなきゃいけない、いやそれするべきだと。でも神様は必ずあなたの子孫を天の星のように海の砂のように増やすと言われたんだから、必ずその約束は成就するんだと確信していた。だからそれが彼の義と認められたと。義と認められるっていう言い方はですね、我々ちょっと一応分かりにくいんですけども、まあ、今日の流れで言うとこれは合格ということですね。神様はアブラハム合格と言われたと。しかしそれが彼の義と認められたという言葉、ここから大切なことです。これ重要なことです。それが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されている。これどういうことでしょうか。それが彼の義と認められたというのは、アブラハムが合格って言われたけれども、でもそれは彼だけのために書いてあるんじゃないと。私たちの主イエスを死者の中から復活させられた方を信じれば、私たちも義と認められます。アブラハムは主を信じて我が子をさえ惜しまずに捧げようとした。この主なる神は我が子を惜しまずに私たちにお与えくださって、その我が子を死からよみがえさせられた。それを私たちも信じるならば、私たちもアブラハムと同じように合格と言われるんだと。もう一度神の祝福を取り戻すことができるんだと。アブラハムはその第一号、その見本なんだと。私たちもアブラハムのように
この神は死者をよみがえらせることのできる神なんだと、イエス・キリストはよみがえったんだと信じるならば、そのことを神は合格と認めてくださる。アブラハムのような試験はありませんよ。安心してください。ありませんから、ね、我が子を捧げろみたいなことは神様はおっしゃいません。なぜならば神様がそうされたからです。神自らがアブラハムにはさせなかったけれども、神は自ら一人子を捧げられてるんです。ここがね、この聖書のすごいところというか鳥肌が立つところですね。神はアブラハムにイサクを殺させませんでした。しかし神はご自身が一人子イエス・キリストを十字架の上で自ら手にかけて殺されてるんです。アブラハム、お前にはやらせなかったけど私はやるよと、この全人類を罪から救うために私は一人子を捧げる。しかし三日目によみがえって神の力を表す、あなたたちはそれを信じるか、アブラハムが信じたようにあなたたちもそれを信じるか、それを信じるならば合格だよと、そういうふうに神様はこのアブラハムのを用いて私たちに教えられたということですね。まずアブラハムが変えられたんです。私が変えられたって、アブラハムが変えられたんですね。そしてその後イエス・キリストがおいでになって死んでよみがえられた。その後そのイエス・キリストを信じる信仰によって全人類が神の祝福に入っていく。この三段論法というか、アブラハムが変えられたことによって全人類も変えられていくっていうですね、これがこの神様のやり方であるということです。まあ、今年の御言葉はイザヤ書の64章7節ですね。主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技である。神様は私たちを作り変えようとしてらっしゃる。どこを作り変えようとしてるんですかね。姿形じゃないですよ。もうちょっといい形にしてくれればなと。神様はですね、私たちのまさに脳を変えようとしてるわけです。私たちの信仰をね、価値観を、判断を、思考を、全てそれを変えようとしていらっしゃる。で、私たちに必要なことは、この神が私の考えていることや信じていることや思っていることを作り変えてもいいように柔らかい頭になるということです。マッサージしろと言ってるわけじゃないです。それは阻んでいるものは何かというと、いやいや、私の信じていることは正しい、私の思っていることは正しい、私はこれで生きてきたんだから何も変える必要ないっていうようなことが邪魔するわけですね。生きてる間ずっと神様のこの手は私たちの脳に添えられてるわけです。私たちの頭に添えられて作り変えようとしてらっしゃるわけです。そのことによって神の栄光が表されている。私たちは主を変えようとするんですね。主の計画を変えようとする。ああしてください、こうしてくださいっていうお祈りは構わないでしょ。それも神様許してくださいますが、でも一方でね、神様を変えようとしている、神の計画を変えようとしているということはあってはならないことですね。本当に私が願っていることは神が願っていらっしゃることなのかどうか。礼拝の最初に必ず主の祈りをするのは、あれはおまじないとか、念仏じゃないですからね。主の祈り最初何て言ってますか。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、その皆があがめられ栄光が表されるように、御国をきたらせたまえ、神の国が私にのこの生活の中に、家族の中に、この社会の中に実現するように、そして御心の天になるごとく地にもなさせたまえと言ったんです。そう私たち祈ってるんです。神の心です、御心、主なる神の心が天では実現しているけれども、この地上で実現していないので、どうぞ私を通してその御心を実現してくださいと。我々はその逆をやるわけですね。私の国をここに建てたい、私の理想郷、私の思い通りの国をここに作りたいから、神様私の言うことを聞いてちょうだいと、ああしてくれこうしてくれと、そしたらいいことがある、そしたら幸せになる、そしたら嬉しい、とんでもない間違い。おそらくアブラハムも最初そうだったんです。
でも彼は作り変えられて、最終的に神様はあなたの言ってることが最高ですと、完全ですと、正しいことです、息子を捧げろって言うんだったらそれはあなたの言ってることだから間違いありませんと言って、それに従う、あなたの声に聞き従うことが最善だからと彼は確信した。あなたに不可能なことはないと確信した。私たちもそのアブラハムの中に起こったような神の手による作り変えをですね、経験していきたいと思うんです。生きている間、神様ずっと私たちを作り変えようとしてくださいますから、諦めてませんからね。神様諦め悪いですよね。もういいじゃないかと、ね、もうこの辺にしてくれと言いたくなることも時にありますが、いやいや神様は諦めない、いやいやまだまだいくらでも変われる、いくらでも神の栄光のためにあなたの人生は用いられていく。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの声を聞いて行き先を知らずに出て行ったアブラハム、そして最後の最後に大きな試練を、試験を受けて合格したアブラハム、この人の名前が、そしてこの人の人生が何千年の時を経て今私たちの心に響き、また私たちの模範となっています。神様、この世界は混乱し、あなたの祝福を失っています。作り変えられなければなりません。でも私たちはこの世界を変えてくれとあなたに祈りますが、あなたの願いは違っています。あなたの願いは私たち一人一人を作り変えること、そして私たちが作り変えられるならばこの世界は変わっていくということです。神よ、どうぞこの与えられた教えを、教訓を我がものとし、どうぞ私の思いを、心を、信仰を柔らかくして、あなたの願われるように作り変えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。